休日を捧げよう、トゥモローズ佐藤裕二です。今日はちょっとギブソン J45 はちょっと置いといてですね、今日の弾きギター弾き比べは、はい、これです。ヤマハ FG180 と、そしてこっちもヤマハ FG180 です。はい、もう見た目もそっくりですね。まあ色がちょっとね、色合いがちょっと違いますが、はい、もうそっくりです。それもそのはず、こっちの方は、ヤマハ1966年国産第1号、ヤマハの国産第1号のギターとして生まれた、FG180、そいつです。はい、こんな感じですね。はい、そいつです。でこっちの方は、この間、他の動画でも紹介してます。こっちは、ヤマハ、FG180、生誕記念50周年記念モデル、こっちは1966年に、国産ヤマハ国産第1号のギターとしてこれが作られて50周年なので、2016年に作られたであろう、50周年記念モデルです。 FG180 の50周年記念モデルがこっちです。はい、こっちはね単番、こっちがおそらく5番でしょうね、その当時のやつですね。同じ形で、どのぐらい、それで違いが出るのかっていうのが、お届けできるといいのかなと思いますが、まあね、技術使われている技術も違いますし、経年でね、時間が経っていくとギターも音が変わりますので、ね、どんな音になるのか楽しみですが、早速弾いてみますね。こっちから弾いてみようか。50周年記念モデル、激鳴りですねこのギター、J45 と一緒に弾いた動画もあるんですが、恐ろしいほど鳴ってました。今日はどうでしょうか。ちょっと弾いてみます。ものすごい鳴ってますね。自分で弾いててちょっと動揺してしまうぐらい鳴ってますね。はい、恐ろしいです。はい、こっちはオリジナルの方ですね。1966年あたりで作られたであろう、ここのね、ヤマハのマークがこう音差が3つ重なってる、ヤマハのバイクにも使われているヤマハのマークのやつもあるんですが、これは多分生産した年数がこっちの方が少ないと思います。こっちの方が希少価値はあるんじゃないですかね。音はどうでしょうかというところですね。ちょっと弾いてみます。はい、いいですね。全然いいですね。すごいですねこれ。ちょっとここの中ね、ここの中のラベルもそっくりですね。そっくりですねこれね。これ感じですね。はい、はい、それでは、弾いていこうかな。Thank you.
はい、ということで、ちょっと引き比べてみました。はい、こっちが、オリジナル、当時の FG180、 そしてこっちが50周年記念モデル、最近の FG180 です。ね、この感じ、ね、ロゴが、ロゴだけ見るとこっちの50周年記念モデルの方がちょっと可愛いですね、なんかね。はい、そして、こっちのペグガバッと音が鳴ってますが、ペグまあ似たようなもんですね。あの、さすが復刻版、もうそっくりです。そっくりに作られております。こっちのオリジナルの方は後ろのネックの後ろにね、あのシリアルナンバーとメイドインジャパンというのが刻印されていますが、こっちはないですね。でネックなんですが、ネックこう、こっちの方があのこのナットの長さが短いですね。短い方が私は弾きやすいので、まあ、手がそんなに小さな方ではないんですが、ネックはあの、ね、ここの幅薄、あの短い方が好きですし、この厚さもね、厚さも割と僕はあの薄い方が好きなんですが、オリジナルの方はちょっとこう中央が出っ張ってる感じの三角形にちょっと近い感じのネックをしてますね。でこっちの50周年記念モデルは割とマーチンのドレッドタイプ、D28 とかそんな感じに近い形状ですね。ちょっとそんな薄いわけではないんですが、あのこう中央がネックのこの中央のあたりが出っ張ることもなく、割と滑らかに、丸まっていると、そんな感じですね。でまあ裏も何ももう同じ形としか言いようがないですね。はいはい、音の違いはもう聞いていただいて、ご判断いただくしかないんですが、本当違いがあるだけでめちゃめちゃ鳴ってますね、これもね。すごい、もうすごいとしか言いようがないという情けないことになってますが、これはこれで本当レコーディングにも、まあ、ライブにもね、話題の一つとして使わせてもらうのもね、これ2本持って行ってね、いやーすごいですね、鳴ってます。やっぱあの5番なんだと思うんですが、あの年とともにね、なんかすごい弾いた感じがちょっとこう丸みを帯びておきながら、すごい軽やかな感じの音ですね。はい、ヤマハオリジナルの方ですね、1966年当時に作られたであろう、すごいもうジャパンオールド、素敵です。はい、はい、ということで、オリジナルの方のね、本当のオールドの、ヤマハ FG180 と、そしてこっち、50周年記念モデルですね、2016年あたりに作られたであろう、ヤマハ FG18050th ですね、50周年記念モデル弾き比べてみましたが、いかがでしたでしょうか。弾いてみて、じゃあお前どっちが好きなんだということになるかと思うんですが、もうどっちも好きですと言うしかもうないですね。本当にこっちはこっちでいい部分もあるし、こっちはこっちでいい部分も本当弾いてて本当思います。はい、もうギターってすごいですね。本当にお金がいくらあっても足りないというのがね、趣味の世界ですね。まあ僕はあの一応実際に弾いてますので、まあ、あの勘弁していただきたいなと家族のみんなには思っております。はい、それではまたギターありますんで、弾き比べ続けていきたいと思います。じゃあねー。